11月23日、本日はポセイドーンの解禁日でございます。ポセイドーンって今までは達人3曲目まで到達しないとプレイすることができなかった曲なんですけど、これが一般解禁されたことによって、誰でもできますよっていう状態になっています。で、ポセイドンが一般解禁されたっていうことは、鬼以外の譜面もプレイできるようになったってことなんですよね。今までは団員道場達人の鬼しか流れていなかったんですけど、これが普通にプレイできるということで、難しい、普通、簡単、これらの譜面が遊べるようになるというわけなんですね。これは熱い。なので今回はポセイドーンの難しいを初見でプレイしたいと思います。最近ね、公式の段位でもリベリオン第6幽玄の難しい外伝段位ですねが出たりして、それも動画でプレイしてたりしたんですけど、意外と今ね、難しいが熱いのかもしれない。というわけで今回ポセイドーンの難しい初見でやっていきたいと思います。果たして難しいは難しいのか検証していきたいと思います。それでは行きましょう。